Got me feeling like crying, 'cause you're always rushing, rushing. Stressed over nothing, so stressed over nothing. Your mind has been filled with traffic, no stop signs, stuck on bad habits. Let's just chill and relax to end our day in the sunset.皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、久しぶりのメイク動画となっております。今回はこんな感じのメイクをしてみたんですけど、この前コメント欄で舐められないメイクをしてみてほしいっていうコメントをいただきまして、めっちゃ面白そう、楽しそうと思って、これは絶対やるしかないなと思って、今回は舐められたくない日のメイクアップということで、ちょっと強めなメイクしてみました。どうですか？私は結構気に入ってるんですけど、今回まあ全体的にちょっとまあクールなトーンのものをたくさん使ったりとか、カラコンもちょっとねいつもと違うんですけど、まあそういったものだったり、まあ、アクセサリーとかもねちょっといろいろつけてみて雰囲気を出せるように頑張ってみました。個人的にはとても気に入ったメイクになったので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。ということでメイクしていきたいと思います。今日はカラコンはこちらのグレーっぽい感じのカラコンを使っていきます。じゃあまずは下地を塗っていきます。この下地はまあ私が日頃からすごく愛用している下地なんですけど、とてもファンデーションの密着力を高めてくれて、トーンアップもしてくれるし、保湿力もめちゃくちゃある下地でとってもお気に入りです。続いてファンデーションなんですけど、ファンデーションも私が普段から使っているものなんですが、メイベリンのフィットミーのファンデーションにこのマックのセラマイザーを混ぜるっていうのに最近ハマっていて、いい感じにツヤとか潤いも出してくれつつ、でもこのフィットミーの抜群の密着力で結構崩れにくい、ちょっとツヤもあるような肌に仕上げてくれて、最近とてもお気に入りでよくやってるファンデーションのやり方です。手で伸ばしても綺麗に伸ばせるんですけど、私はとりあえずブラシで壁木ブラシで全部伸ばしてから、その後なんかちょっとクマだったりとか気になるところを指でポンポンとまたカバーしていくっていう感じでやってます。その後にこのバイヨアのパウダーをしていくんですけど、私このバイヨアのパウダー初めて使ったんですけど、サラッとした仕上がりになるし、メイク崩れもキープしてくれるので、このパウダーめちゃくちゃ良かったです。なんか変に白浮きすることもないし、これから夏だからちょっと使っていきたいなって思いました。そしたらアイメイクに移るんですけど、まずアイシャドウはキンスのアイシャドウを使っていきます。このカラーちょっとくすんでるの分かります？今回舐められたくないメイクということで、ちょっとなんか冷たい感じの目元に仕上げたいなと思って、こういったくすんだカラーをとりあえずベースに仕込んでおきます。でその後にこの MAC のアイシャドウパレットのこのカラーを使っていくんですけど、これちょっとだけパールっぽい感じで細かくラメっぽいのが入ってて、で色味もさっきのカラーとちょっと似た感じでくすんだ色味になっていて、クールな目元に仕上げることができるので、今回これをメインカラーに使っていきました。その後同じパレットのこのカラーを締め色として使っていきます。これは目尻のところと目頭のところに入れてあげて、こう立体感を作っていきます。これすごく発色のいいパレットになっているので、一回手とかでポンポンって粉を押さえてあげてからまぶたにのせていくのがベストだと思います。最初に使ったこのアイシャドウパレットに戻りまして、これを斜めカットの筆とかにとって下目尻に入れていきます。私目が結構つっているので、割とここの三角ゾーンにこういった締め色っぽい入れるのはマストでやってるんですけど、今回はこのカラーでやっていきたいと思います。その後このナーズのアイシャドウパレット使うんですけど、このパレットめちゃくちゃ可愛いです。限定かな、最近出たやつなんですけど、もう全色ラメになってて、今回この左上の明るいやつを使っていきます。これを涙袋にのせてあげて、クールな目元を作りたいんですけど、あんまりくすみすぎてもなって思ったので、涙袋は結構しっかりとラメ感のあるものを使ってバランスを取ってみました。じゃあアイライナーを引いていきます。アイライナーはもうブラック一択ですかね。結構まあアイシャドウもくすみ系なので、ブラックでガチッと引き締めてあげた方がこうぼやけないかなって思うので、より印象的な目元になるかなと思います。いつも私も跳ね上げラインなんですけど、今回は気持ちもう少し跳ね上げようかなみたいなテンションで引いていきました。あと割と太めに引いてます。でこの目頭のところにもしっかりと引いてあげて、より目力を出していきます。そしてさっきの MAC のアイシャドウパレットの締め色に使ったこのカラーをもう一回取って、粘膜に近いあたりのところを引いていきたいと思います。これはまあ目幅の3分の1ぐらいでいいんですけど、ここに引いてあげることでより目がギュッと引き締まって目力がバンと出るので、アイライナーでやってもいいんですけど、アイライナーだとちょっとくっきりしすぎちゃって若干不自然に見えちゃったりとかあるかなと思って、
ったので今回はアイシャドウでやっていきました。そしたらビューラーをしてまつげを上げていきます。その後マスカラをしていくんですけど、まずこのキャンメイクのクイックラッシュカーラーで根元だけをちょっとこうクイクイッとマスカラの液をつけていきます。このマスカラマジでカールキープ力がすごいので、カールをキープさせるっていう意味で根元に一回これをつけてあげてから、メイベリンのスカイハイマスカラ、これ結構伸びるっていうのでバズってると思うんですけど、これで、まあ、中間あたりぐらいからかな、先に向かってなるべくこうまつげを伸ばすようなイメージで塗っていきます。まあ、ただ塗りすぎてもダマになっちゃったりとかっていうのがあると思うので、ほどほどにやっていきます。なんかつけまとかつけてもいいかなと思ったんですけど、今回私はマスカラでやっていきました。そしたら眉毛を描いていきます。まあ、このあたりは割といつものメイクとそんなに変わらないんですが、眉毛って結構顔の印象が変わるところって言われてると思うので、なるべくこう斜めに上げるようなイメージで描いていきました。私は下を付け足すイメージで描いていったかな。今回は前頭の方の下を付け足してあげて自然に角度をつけるようなイメージで描いてます。でこのアイブロペンシルと眉毛のカラーをなじませるように眉マスカラもしっかりと塗っていきます。そしたら続いてシェーディングに移るんですけど、シェーディングもアイシャドウに使っていったこのヒンスのカラーを使っていきます。このカラー本当に万能で、さっきみたいにもちろんアイシャドウとしてベースに塗ったりとかメインでも使えるようなカラーだと思うし、締め色でもできるようなカラーだと思うんですけど、まあ、そうやって使っていくのももちろんいいし、こんな感じでシェーディングとしても結構影に似た感じの色味になってるので、ちょっとグレーがかったくすんだカラーになってるから、私は日頃からこのアイシャドウパレットをシェーディングに使ってます。まあ、ただやりすぎると全体的に顔がくすんで見えちゃったりとかするので、ちょっとその調整はしつつ注意しつつ使っていきたいと思います。結構顔の骨格もしっかりとしていった方がクールな印象になりやすいと思うので、シェーディングは意外と重要なポイントかなっていう風に思います。小顔効果もあるしね。そしたら続いてハイライトをやっていくんですけど、ちょっと今回チークはなしにしてみました。なんかこう血色感はあんまり与えない方がなんて言うんだろうな、雰囲気が出るんじゃないかなと思って、まあ、チークしてももちろん可愛いと思うんですけど、今回はちょっとチークなしバージョンでいきたいと思います。ちなみにこのハイライトめっちゃ綺麗なのですごいおすすめです。もう塗った瞬間にパンと発色してくれて、とっても綺麗なハイライトです。目頭のところにもつけていって、ちょっとこう魅力的な目元を作っていきたいなって思います。そしたらもう最後リップなんですけど、今回ちょっと重ねていきたいんですけど、まずこのマックのハグミーっていうカラーを全体的に塗っていきます。今回はちょっとヌーディーなリップにしてみました。これで濃いリップでもめちゃくちゃ可愛いんですけど、めっちゃ悩んだんですけど、今回ちょっとヌーディー系でいかさせていただきます。ちょっとこうボテっとしたセクシーな口元にしたいなと思ったので、トゥーフェイスドのこのリッププランパー、ちょっとこれスーッとして若干唇にボリュームが出るので、これを上から重ねていきます。しかもこれカラーがベージュ系のカラーなので、よりこうヌーディーなセクシーな口元に仕上がります。ということでこちらでメイク完成です。はい、ということでこのような感じでメイク完成いたしました。やっぱ私はこういうメイクがすごい好きで、やっててもめちゃくちゃ楽しかったです。いい感じにメイクできたんじゃないかなって思います。まあ、今回その舐められたくないっていうテーマがあったので、まあ、アイシャドウだったりとか、今回は全体的にちょっとグレーがかったようなくすんだ感じの色味を使ってるんですけど、なんかオレンジ系とかもすごい可愛いと思うんですけど、オレンジってちょっと温かみがある色なので、なんかそれよりはもうちょっとグレーとかそちら辺に寄った冷たい感じの色の方がよりこう雰囲気が出せやすいんじゃないかなと思って、今回はそんな感じの色味をたくさん使っております。まあ、ただボケすぎないように黒でしっかりと締めてあげたりとか、あとラメを入れたりとかしてぼやけすぎないように注意していきました。私何回か YouTube でも話してるんですけど、アイドルがすごく好きで、韓国のねガールズグループなんですけど、アイドルっていうグループがいて、最近一番新しく出たクイーンカードっていう新曲がめちゃくちゃコンセプトが可愛いんですよ。で今回はまあそれをちょっとイメージして、いろいろとまあアクセだったりとかメイクもそうなんですけどやってみました。強めガールズたちがいっぱい出てくるんですけど、まあ、この花火とかもこれもフェイクなんだで全然撮れるんですけど、これとかもウギちゃんっていう子がやっててすごい可愛いと思って、私もアマゾンでも検索しまくって速攻ゲットしたやつです。花火やっぱり可愛いの、私ここに一回ね開けようかなって悩みました。今もちょっと悩んでるんだけど、実はやっぱ可愛いなと思って、でもなんかこういうやつとかだったら、まあ、イヤリングみたいな感じで付け外しができるので、雰囲気気分変えたい日とかにパッて付けるのもいいかなって思ってます。カラコンもちょっといつもよりちっちゃめのもので、こうグレー系のカラコンを使ってみたりとかしてメイクしてみました。まあ、なんかプライベートでもちょっと
たまにやりたいなって思うぐらいお気に入りなメイクができたので、ぜひ参考になったら嬉しいなと思います。改めてコメントしてくださった方本当にありがとうございます。またなんかこういったメイクやってみてほしいみたいなのがあったら、ぜひコメントを随時お待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。